にちは、こんばんどうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこるです。今回なんですけども、僕のね、大好きな艦隊が強化されたということでね、ちょっと見ていこうと思います。はい、今回強化されたのは、俺のね、もう大好きなキャラ、ハロウィンまでですね。これ結構最近見てる人ご存知ないと思うんで、一応言っておくとですね、この編成組むために僕30万ぐらい飛ばしてるんですよね、実は。マデュー6体のために。交換縛りでマデュー6体集めようっていうね、ネタをね、考えてやってたんですよ。そしたら、マデュー1体目が出るまでにかかった時間が1時間っていうね、これガチですよ。マデュー1体引くのに僕1時間ガチャ引き続けたんですよ。僕動画の途中でご飯食べたの初めてですからね。もうなんかイライラして途中からパン食べてたんですけど、1時間ぐらいかかったね、とんでもないやつですね。なので、累計30万かかってる編成なんですが、今日はこちらのマーディをね、使っていこうと思います。で、強化された点がですね、皆さんわかりますか？これ、地味に HP が 2.2 倍になってるんですよ。マーディの弱い点って、回帰力がないところなんですね。あと、コンボ加算追い打ちがないところ。ただ、HP だけ強化されました。ちなみに、マーディは HP 強化されたところで回復ができないので、壊滅なまでにきついですね。あれなんか、あれですよね。マデュー、ちょっと、ね。なんか、ね。弱いとこ、まあ、思っちゃったりしなくもないかな、みたいなね、話ですけどもね。まあ、やっていこうと思います。はい。まあ、今日はちょっとマルチで使おうかな。これなんでマルチで使うかわかります？ソロだと何もできないからですよ。はい、じゃあ実際にね、使っていこうと思います。ちょっとね、ツイッターでちょっとだけね、ちょっとしたらね、なんか優秀そうな方々が来てくれたんで、終わった、まあ。とりあえず、まあお前ら、任したわと言わんばかりのね、遅延を打ってね。さあ、一発まず軽く出していこうぜ。ちなみにマディオ皆さんご存知の通り、操作時間延長もないんで、なんと5秒です。よし、行くぞ。俺の気合のパズルお前ら見ろ。いや、下手すぎる。ちょっと倒せ、マジマジ頑張れ、いけるぞ、お前なら。よし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 、マデ強いな、これな。うん。これ先制攻撃とかされたら負けるけどね、2回そう。これ先制攻撃されたら負ける。あー、ごめんなさい、味方さん。よし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 。じゃあ、これ先に解くと、ツイッターで募集しているので、僕がゴミ編成を、いやー、すいません、マデュー編成を使っていることを理解しているね、フォロワーさんと一緒にやってます。はい。なので、一応ね、一応言っとくと嵐じゃないです。皆さん万が一にでも野良でね、こういうことするのやめましょう、絶対にね。はい。絶対やめてください。いや、パズルうまいね、ナイス。よし、毎回ナイス言ってコビ言っとこう、これ。さ、こんな編成使ってるのにさ、ナイス押さないと失礼じゃん。あ、じゃあ、違う、すいません、間違えました。ほんとごめんなさい。強いんですけど、ちょっと変わった編成使ってるから、ナイス押さないと失礼なんで、ちょっとこのままやっていこう。はい。いや、やっぱもう炭治郎が一番だ。まさか初手で炭治郎が変身できる？そんな強い編成が存在するんですか？ええー。ナイス、いい、ナイス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 パズルです。ありがとうございます、本当に。ナイスパズル。あったけ、このマルチ。みんなナイス押すやん。超マナーいいじゃん。間違ったのか、私は。いや、お前間違ってね、間違ってんだ、俺なんだよ。おいおい、これ大丈夫か、サノス戦。いや、待てるね。向こうか、何ちょっとバレねえようには、ルーレット位置動かして、ワンチャン狙うぞ、これ。5秒っしょ。ワンチャン狙えるだろ、これ。どうだ、これ。無効貫通全部っぱでさ、ワンチャンないか。絶対ないわ。いや、惜しい！いや、今、な、惜しい！いや、今、よし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 、なんか、軌道がめっちゃ下がってる。なんか、おい、な、あれ、マデュー強いのこれ、もしかして。よしよし、ちょ、お前らちょっとパスしてくれ、俺に。おい、ちょっとパスしてくれ、俺に。おい、ちょっとパス、俺まで回して。ちょ、わかるっしょ、お前らさ、そのさ、気持ちでさしてくれ。俺、わかるかな、こパスしてくれっていう、この。いや、危ない、死ぬ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 。ちょ、パス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 して、パスして、パスして。ちょ、頼む。一回回して、一回回して。ちょ、待てて。ナイス！お前ちょ、味方だあー、こいつら神か。よし。で、マデュー撃って、マデュー
よしよし、よしよしよし。で、これでパスして、よし、あ、師匠お願いします。荒川師匠お願いします。師匠、やっちゃってください。いや、これね、マデューは3個も加算があるので、こうやってパスをすると、味方にスキルを使った上で、パズルしてもらえるんですよ。すると、バレンタインイデアルの4コンボ加算に含め、かつですよ。かつ、ナイスパズル。この4コンボ加算に含め、マデューの 3コンボ加算で14コンボ。ワンパン。いや、ナイスパズル。ということができるんですよ。いかがですか、マデュまあ少しだけね話をしますね。じゃあちょっとだけね現環境ね、マーベルが強いとか言われてね、例えば今マーベル、まあマーベルコラボも強いんですけど、まさにそのマーベルよ、マーベルに関してはね、23ターン変身とはいえども全パラ 2.3 番に軽減もあって4コンボ加算があると。全パラ 2.3 番に軽減で4コンボ加算よ。にもかかわらずですよ。うちのマデューは、HP、全パラとかじゃなくて、HP2.2 倍で、かつ攻撃力が20倍出る代わりに軽減のみ、コンボ加算なし。スキル4つに向こう側3つは強いですが、スキル等もね、特に遅延と3コンボ加算だけ。もちろんね、いや、それはあの、あれですよ。現状の新コラボの最強キャラと比べて弱いなんて話をしましたら、もうね、キリがないので仕方ないんで、もういいですよ。ただ、このリーダースキルって多分、マーベルの星5キャラよりワンチャン強いまであるんですよ。これも、弱いまであるんですよ。マジで。あの、マーベルって結構、レアリティ低いキャラも強いのが特徴的なコラボで、ほら、HP2 倍に軽減に16倍に2コンボ加算でしょ。そうとか、これ神タイプ縛りだよ。2コンボ加算あるんですよ。しかもリーダースキル L 字消しとはいえどもね、それだけでいいから。で、まあ、ロキに関しては、回復力に指延長もあって、半減持ち。まあまあ、縛りとかいろいろあるとはいえどもね、なんか、もう一歩間違えたら、ね、もはや、マーベルコラボの、星5キャラの方が強いんですよ。あの、上さんご存知ですか？ハロウィンまで言って、シーズンの最高レアリティキャラですよ。僕30万使ったんですよ。まあ、これ、1年前じゃなくない？え、待って。え、これもしかして6ヶ月前の話？違うよね、さすがに。さすがにそれはないか。去年の話だよね。結構前の話だよね、さすがに。とはいえどもよ。とはいえどもよ。ねえ。ハロウィンはあれかな？スオーとかもいるから、そうですね。結構前の話だから、1年前とかとはいえども、まあ、いつかね、もしよかったらね、もう少しでいいんでね、ちょっとね、強化してもらえたらな、なんて思ってます。まあ、来年にね、ハロウィン、今年か、今年ハロウィンありますから、まあ、そこの強化をね、待とうと思います。ハロウィンまで使おうと思った人はね、言っておくと、そんな強くないです。ご視聴ありがとうございました。